当の恐竜ドキューは、ベリー・オブ・ザ・ティーレックス。2001年に放送された短編ドキュメンタリーで、他のドキュメンタリーとはかなり違う視線で登場する動物を眺めるのが特徴ですが、その新鮮な視覚が向かうところか無限の変化が向こうという些細な欠点があります。今回のドキュもディスカバリー作品ですが、やっぱり前にレビューした2000年のディスカバリードキュのように、交渉が何なのか理解できない点も目立ちます。幸いディスカバリーは今回プログラムの方向性を固めるために、著名なベテラン古生物学者をシモン・インコネメインキャストとして連れてきました。まあそのベテランがジャック・フォーナーではあるけど、ジャック・フォーナーさんがどんな人かというと、短くはジュラシック・パークさんにその場面を入れるようにした人で、長くはマイアサウラノスと古恐竜の最初の発見と認識に一助するなど、学会に多大な影響を及ぼす一方で、厳然と多種のトロサウルスをトリケラトプスの生態と主張し学名をなくそうとしたり、反対側の証拠が続出しているにもかかわらず十数年間ティラノシタイ性相部説を主張したり、ニワトリの遺伝子を操作して非鳥類恐竜を直接作ろうとするチキノサウルスプロジェクトを推進するのにこの10年間を費やしてしまった。いろいろな面で古生物学会の両刃の剣のような存在です。成し遂げた業績はすごいですが、たまにどんな風に吹かれたのか映画に出てきそうな話を周期的に現実にまで持ち込むのが特徴です。事故はたくさん起こすけどただ憎むことはできない感じの、大体そういう人物だと思われていたんですが、2012年未成年者と結婚。そんな中この時の交渉をカテゴリーに入れるなら、おそらく2キャッチプレテター博物館が生きている瓶のすぐそばだと思います。いくつもない長所から並べてみましょう。主な紹介対象のティラノの頑丈な体型と優れた嗅覚を浮き彫りにする点、走る速度も思ったより遅かったと主張する部分は実際とあまり変わりません。そしてこれがまともな交渉のすべてで、他の良くないドキュメンタリーと比べてみると、この作品の交渉エラーは特に視聴者層を引きつけるための誇張から始まったものではありません。それよりはホスト本人の絶対視覚のこだわりによって現実歪曲が起きる方です。なぜならベリーオブジャティレックスは世界で最も有名な恐竜が200万年間たった一度も仮に出ずに死体だけを探し回ったという内容の1時間弱続くなかなかたる説教だからです。前提条件が史実と逆であることを除けばとても良かったのですが、提示する根拠もやはりとんでもなく、今より情報があまり知られていない放送当時の基準でも簡単に反論できるものです。作品が持ち出す主な主張は、ティラノは狩りをするほど視力が良くなく、足が短くて走ることもできず、特に匂いだけよく嗅ぐ上、あの跡が残った化石は全て死体だったということだが、4つのうち3つは嘘で、残りの1つは無理やり入れました。ティラノの視野はほとんどの動物より優れた軸に即し、当時共存していた動物の中にはティレックスより遅かった獲物も明らかに存在しました。そして前回の動画でも出ましたが、すでに噛まれて骨が折れて復旧した状態の化石が発見され、ティラノサウルスが死体だけを食べたという主張は完全に論破されることになります。追加でこの時で特に変だったシーンは、ティレックスだけが持っているわけでもない短い前足について、腕が使えないから狩人ではなかったと説明する部分です。まるで腕を使わない捕食者が一人もいないようにですね。 With legs that weren't designed for speed and arms that were basically useless, Jack hypothesizes that T-Rex wasn't able to kill much of anything. 今すぐ思い出すだけでも、それで結局真の捕食者として推してくれるのは誰かというと、This animal is designed to kill things. まともなティラノは捨ててラプターたちを白亜紀末期の北米生態系の最上位捕食者として崇められています。これを果たして視聴者たちに信じろと放送したのかはよくわかりませんが、フォーナー本人は以後もかなり長い間このスタンスを取りました。もちろん多くの支持を得てはいません。作品から直接登場した動物はサウロルニトレスです。しかし時間帯が間違っています。実際にティラノと一緒に生息した小型ドロマイオサウルス科にはアケロラプター程度がありますが、推定値は約 40kg に 2m で、当時の代表的な草食動物だったガーンより約200倍小さいです。彼ら一つ一つが何らかのアクションゲームの主人公でない以上、どうやら本当にそうした可能性はなさそうです。長官は長官でしょうね。そろそろ仕上げます。ティレックスの死体清掃施設自体は、死亡の瞬間まで思ったより長い間脈々をつないでいきました。もちろんそれにこの作品が寄与したことはあまりないと思いますが、動画じゃれすぎてるんで、それだけこの分野で格闘を探すことがとても大変だという反証でしょう。ディスカバリーのベリー・オブ・ザ・ティレックスでした。ご視聴、ありがとうございます。